アリの飼育の際に必要な飼育ケースを作っていきたいと思っています。今回は石膏を使った石膏飼育ケースを作ってみたいと思います。工程は結構シンプルですので、まだ作ったことない方はぜひ、トライしてみてください。まず用意するのはアクリルの、ケース、それから同じアクリルのケースで作った、石膏の型になります。こちらはですね、2つ用意する意味は、1つのもので石膏の、型を取ってまたはめ直すとなると、綺麗なアクリルの面が傷ついたりしてしまって、実際に飼育観察する際に、あまり良い、飼育ケースにならないので、型用は型用として、使い分けるという感じにしました。で、型の方はですね、試作品を、この前に作ったので若干石膏がついてたりとか、ちょっと使い込まれてる感じです。そして内側にマスキングテープが貼ってあるんですが、これは石膏が固まった後に多少剥がれやすくなるかなと思って、貼ったものになります。そして、次に用意するものは石膏と水です。これが今回の主役になりますが、石膏と水の、配合の割合などは購入した石膏の袋などに書いてあると思うので、そちらをよく参照してください。そして色をつけるために水にですね、絵の具を溶いていきます。今回ですね、水彩絵の具を使ってしまったんですが、水彩絵の具だと石膏の巣が出来上がった後に水を足したりした時にですね、色がちょっと落ちてしまうなのでアクリルの絵の具というものがあったらそちらの方が良かったんですが、今回はちょっとここはミスしたかなと思ってます。はい、時計の残りがないようにしっかり、かき混ぜていきます。では、かき混ぜて色がついた水に、実際に石膏を、溶いて、いきたいと思います。この水の量に対して石膏がこれぐらいということが適量なんですけれども、結構石膏が多いですね。でも水に溶くと、少し分量が、減るんでしょうか。結構ですね、溶けていきます。はい、では、石膏がすべて入りました。ここからですね、3分ほどかけて、ゆっくりと、石膏と水をなじませていきます。この時にですね、水が少なすぎたりすると、かき混ぜてる最中に石膏が固まってしまって、あまりこう扱えないようなものになってしまったりするので、配合の分量はよく、確認してください。またですね、かき混ぜてる時に泡があまり、立ってしまうと良くないらしいんですけれども、今回はあんまり気にせずガンガン、かき混ぜてしまってます。混ざって色がだいぶ薄くなりましたね。それからちょっと粘り気が、出てきてます。石膏と水がよく混ざった、証拠ですかね。では、ギリギリまでかき混ぜ続けて固まらないようにしてから、型に、出来上がった石膏と水を、流し込んでいきます。一応ですね、この、石膏の枠の体積を、測ってそれを計算して石膏と水を配合したので、結構ですね、奇跡的な感じでぴったり、分量が合いました。無駄なく、使い切れた感じですね。はい、じゃあぴったり入りました。
乾燥にはですね、数十分ぐらいで石膏が固まるそうなんですけれども、一応念のために1日乾燥させました。表面は完全に固まっています。一応ですね、水分を吸ってますので、湿り気はあるんですけれども、石膏の形自体は固まったような感じでした。結構がっちり固まってますね。いい感じです。ずっしり重たいです。では、ここから型をですね解体して、こればらけないようにテープで留めてあったりしたんですけれども、それをですね、彫刻刀などで、切って、で型を外していくという作業ですね。あまり乱暴に開けてしまうと石膏が崩れてしまう可能性も、あるかなと感じたので、少しずつ慎重に、分解をしていきます。で、隙間を、ドライバーなどで、ちょっとずつ広げて、内側の面と石膏を外していくっていうイメージですね。はい、そして片方が外れました。結構いい感じで固まってますね。この横のしま模様は中に貼ったマスキングテープのちょっとこう型ですね、それが、ついてる感じです。まあ全然問題ないですね。そして反対の面も外します。結構がっちりぴったり貼り付いてるんで、これも慎重に崩さないようにしながら型から外していきます。結構逆側を取るのがちょっと難しいですね。ですが、なんとか外すことができました。反対の面どうでしょうか。バッチリですね。はい、がっちり固まりました。ではここから石膏にですね、アリの巣となる、巣の部屋をですね掘り込んでいきたいと思います。ルーターを使って、まずは表面だけ、削ってこうデザインを、刻み込むみたいな最初イメージでやりました。だいたいこういう感じで部屋を作って、で間を通路でつないでみたいなものを、まず表面にですね、刻み込んでいきます。はい、こんな感じで、全体に部屋と通路を配置しました。それでは、実際にですね、型に刻み込んだ部屋と通路を彫刻刀を使って彫り込んでいきます。彫刻刀などを使うと多少時間はかかりますが、確実に彫ることができます。石膏自体はですね、うまく削っていくと、ポロポロと削り取れるので、それほど難しい作業ではありません。また彫刻刀などの扱いには気をつけてください。せっかく作るので、きちんと深い部屋ですねを掘って、収容のできるアリの数をなるべく多くしたいなという思いで、削っていきました。まあ、1センチぐらいの深さはある感じですかね。それぐらいで掘りました。それから、通路を、掘ってつないでいきます。これ忘れると、部屋があるのにアリがいけないという状態になるので、これも抜けがないように確認をしていきましょう。はい、うまくできました。いい感じですね。では、出来上がった石膏を一度アクリルケースに入れてみたいと思います。
で、側面にですね、このようにこう通路を作って、実はですね、この左右の、面から裏側に同じように巣をさらに作りました。まあ、これによって、まあ、せっかく石膏の巣を作ったので、まあ、両面使ってアリを収容できるような、デザインにしてみました。でですね、この横の、通路の部分、そこにチューブを差し込んで、外から入れるような感じにしたいと思っています。ということで、そのチューブを入れるための穴を、アクリルケースに、開けるために、どの部分に、穴を掘るかを、マーカーしました。そしてドリルで穴を開けていきます。まあ、これもですね、取り扱いには、十分注意をしてください。まあ、綺麗な穴が開きますが、ちょっと、ミスるとちょっと危ない道具ですね。という感じで左右に、接続用のチューブ孔、それから、上の部分に、給水するための小さな穴を開けました。合計3つですね、穴を開けた感じですね。今回の穴開け加工はこれで終了に、なります。では、再び石膏とアクリルケースを組み合わせていきます。じゃあ先ほど、作りました、石膏ですね、これをアクリルケースに入れていきます。チューブの、穴がですね、ちゃんといいところに来たかどうかも、確認していきます。まあ、こんな感じでこう溝の部分に、ちゃんと接続孔が来ているので、チューブの接続も問題ないかなという感じですね。そして上の部分に、給水の、穴を開けました。このケースと上の部分、石膏とですね、ケースの間が、空間が空いてるんですけども、今回はそこに水を、流し込むという感じで給水できる仕組みにしてみました。では、出来上がった、石膏ケースに、アリを入れてみましょう。まず、チューブを、3箇所の穴に差し込んでいきます。上には給水用の穴を塞ぐための細いチューブ、左右には、アリが通れるような接続チューブですね。で、上下の黄色いテープは、アクリルのケースが外れないようにバンドとして、つけました。今回入ってもらうのはケブカーメイロアリのコロニーです。ではいざ、コロニーと、石膏巣をつないでいきます。さあ、つなぎました。まっすぐにはアリは入ってこないので、これでしばらく待つ感じですね。じゃあこの時に、石膏巣にですね、給水を、してみたいと思います。どんな感じで水が行き渡っていくのかをチェック、してますね。上の給水用の穴から、シリンジで水を、注入していきます。まあ、こう水を吸ったところが色変わるので、どんな感じで水が染み渡っていってるのか、これがよく見えてる感じですね。そして早送りしていくと、水が入って、それから給水石膏に吸収されていく、その様子がよくわかります。まあ、結構石膏の部分が大きいので、水はたくさん、吸い込みますね。まあ、こんな感じで吸水できることが確認できました。あとはですね、アリが引っ越してくれるために、アリの引っ越しを促すという、作業になります。基本的にですね、明るい場所よりも暗い場所の方が、アリは好むということで、新しい、石膏巣の方だけ、遮光をします。光を、当てないようにして、それから元のケースの方には逆に光を当てて、明るい方よりも暗い方に移動してもらうように、引っ越しを促すという感じですね。
それからですね、あとは乾燥についても、湿度があるところよりも、ないところの方がアリは嫌がるので、今までのケースにはこれからは、給水は行わずに新しい石膏巣の方にだけ、給水をするという感じで、引っ越しを促すという流れですね。で、10日ほど経ちました。なかなかですね、コロニーの本体はまだ移動してくれてないんですが、下の方の部屋にアリたちがだいぶ入り始めました。こう部屋の中に、いる感じっていうのが見えるので、徐々に、元のケースの方が乾燥してきたりとか、環境が新しいケースの方が、快適と感じるようによりなってきたら、コロニー本体、女王を含めて、全部が引っ越すという流れになるんじゃないかと思うんですけれども、まだ、10日経ったぐらいの時点だと、今回はこのぐらいの引っ越し具合という感じですね。引っ越しというよりは元のケースから新しいケースの方に部屋がちょっと広がったぐらいのまだ感じになってますね。ということで今回は、アリの、飼育用の石膏巣、これを自作していきました。ちょっと手間はかかるんですが、仕組み自体は、簡単に作れますので、ぜひ、トライして自分の好きなデザインの石膏巣を作ってみてください。では最後までご視聴ありがとうございました。